現在、能登里山街道と能越自動車道は路面の崩落などにより一部区間を除き奥能登方面へ向かう一方通行となっていますが、国土交通省は7月17日の正午から穴水町の能登大橋付近を除く全区間で対面通行を再開すると発表しました。能登大橋付近は当面は片側交互通行となりますが、9月末までには対面通行を確保する予定です。国土交通省では対面通行となっても土砂崩落箇所などを迂回するため、通行には十分注意するよう呼びかけています。県によりますと、災害潮位金の認定審査会がきょう開かれ、珠洲市の3人、穴水町の6人、能登町の9人の合わせて18人が新たに災害関連死として認定されました。審査会が県内の災害関連死として認定したのはこれで70人です。今後各市町が正式に認定する見通しで、能登半島地震の犠牲者は直接死の230人と合わせて300人となります。今日、輪島市内国道沿いでは地震によって倒れてしまった電柱を運び出すなど復旧作業が進められていました。土砂崩れの影響で電柱が倒れてしまったような場所では、新たなケーブルをガードレールに沿わす形で応急復旧が行われています。 NTT 西日本によりますと、能登半島地震では通信サービスの起点となる通信ビルが土砂崩れなどで被害を受けたほか、電柱が倒れるなどしたため県内のおよそ9500回線に一時影響が出たということです。被害のほとんどが輪島市、珠洲市、能登町で、1日最大950人体制で復旧対応を行うなど、発災当初から急ピッチで作業が進められ、現在は全体の9割程度の通信サービスが回復しているということです。特殊性としましては、やはりアクセスが非常に困難であったということ、やはりですね、その復旧に携わる社員が、も含め、いかにこう復旧最優先できる環境を作るか、かつ安全に作るかといったところも含めて、我々非常にですね、尽力いたしました。 NTT 西日本は完全復旧については道路などのインフラ設備の復興計画に合わせて作業を行う必要があるため、見通しは立っていないとしています。金沢港に入港した海上保安庁の測量船卓洋、1983年から使われている国内で最も古い大型の測量船で、能登半島地震の後、海底での地形の調査に従事し、大規模な斜面崩落の痕跡を確認するなどしていました。今日は関係者に船内の観測機器などが公開され、音波を使って海底の地形を測ることができるシステムで海底変動を確認してきたことなどが説明されました。大規模な地震災害があった際には速やかに現地に派遣されまして、その地震によって、付近の海底地形に変動があったかどうかということを速やかに調査することになります。海上安庁が測量した結果につきましては、政府の地震調査委員会に報告しまして、我が国の防災対策に活用されることになるものと考えております。海上保安庁では今後も災害時に測量船を活動させ、防災に役立てたいとしています。オリンピック出場の報告のため県庁を訪れた北川選手、長谷知事からは最高のコンディションで頑張ってほしいと激励を受けました。そして北川選手はこれからもっと人としても成長して石川県に恩返ししたいと地元への思いを語りました。震災もあってまだまだ、辛い思いをされている方もいると思いますし、その方々に向けてもしっかりとパワーや元気を届けられるように、金色のメダルを持って帰ってこれるように頑張りたいなと思います。北川選手らなでしこジャパンは来月13日金沢で開かれるガーナとの国際親善試合に臨み、その後決戦の地パリへと向かいます。
今朝、輪島警察署で行われたこの訓練には、輪島、門前、穴水の警察署や交番から署員およそ50人が参加しました。訓練では、倒木で道路が塞がれた場合や、倒壊した家屋からの救出活動に使うチェーンソーやエンジンカッターの使い方を確認したり、停電により点灯しなくなった信号機を発電機を使って手動で操作する手順を確認しました。6月3日にはその大きな震度5強という揺れもありました。そういったことからも今後もですね、この大規模な地震が発生するんだということを改めて認識をしたところであります。さまざまな災害を想定して警察としては日頃からですね、その準備に備えていく必要があるあろうかというふうに感じております。輪島警察署では今後も訓練を重ね、災害に臨機応変に対応できるよう備えていきたいとしています。ツキノワグマへの注意が呼びかけられました。県は今日関係機関との連絡協議会を開き、クマの餌となる木の実の調査結果を発表。その結果、ブナは凶作で今後クマの出没が多くなることが見込まれるといいます。クマが活発に行動するのが、朝晩、日の出前、それから日の入り後、そういった時間帯になりますので、そういった時間帯に、お散歩とかあるいはジョギングとするのは少し控えていただいた方がいいかと思います。県内では今年すでに131件の熊の目撃情報が寄せられ、人身被害も出ており、県は出没注意情報を出しています。こちらがそのお菓子、ブロマンジュ。今日から北陸道下り線の尼子線サービスエリアで数量限定で販売が始まりました。ブロマンジュはブロッコリーの葉っぱの部分を皮の生地に練り込んだまんじゅうで、ペースト状にする工程では地元の大道工業の圧縮粉砕の技術を使用。ブロッコリーの葉は栄養価が高いと言われていますが、食べられることは少ないといいます。 SDGs とかそういうのを考えたときに、ブロッコリーの葉を捨てないで食べてほしいと思ったときに、まんじゅうを作ろうとなりました。能登半島地震の復興を応援するため、奥能登の天然塩も使用されていて、売り上げの一部は寄付されることになっています。このブロマンジュは、来月末まで販売される予定です。今日、馳知事から委嘱状が交付されました。その肩書きは県立音楽棟のアーティスティック・クリエイティブ・ディレクター。野村さんは3年前から音楽堂の邦楽監督を務めていましたが、総合的な芸術監督として舞台の制作や演出に携わります。委嘱状を受け取った野村さんは、邦楽洋楽いろいろなものを組み合わせて今までにない新しい創作創造をして、石川県から国内外に発信していきたいと意欲を示していました。この調査は北陸3県にある資本金1000万円以上の法人企業を対象に3ヶ月ごとに行われていて、今回353社が回答しました。4月から今月にかけての景況感について、上昇と答えた企業の割合から下降と答えた企業の割合を引いた景況判断指数は全産業でプラス 0.8 となり、2期ぶりにプラスとなりました。地震の影響で1年ぶりにマイナスに転じた前回の調査から自粛ムードが緩和され 11.2 ポイント改善。このうち非製造業は観光客が増加したほか、被災者向けの集合住宅の建築需要が増えたことなどにより持ち直しの動きが見られました。また先行きについても、すべての産業でプラスとなると見込まれています。